皆さんようこそ。よしよし。さあ、年末からお送りしてまいりました運の十座祭り、鍵から抜け出した女、いよいよ最終回でございます。主人公の北川純一くんが精神病院にいきなりこう連れて行かれ、脱走し、美しい庵主さんにかくまわれ、女装を施されて、この島をどうやら無事に脱出したようですね。でも肌身離さず持っていた問題の鍵ですよ。この鍵は庵主さんの手に渡ったし、一体そこにどんな謎が込められてるのか、まだなんだかよくわかんないままなんです。でもいきなりもう最終回なんです。これで今回で終わってしまうわけなんですけれども、どうなってこうなってるのというその今までのつながりが気になっている方、もしよかったら最初から第1話から聞いていただけると、ははん、そういうことかと、こういうお話なのかと、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、というところで今日がいよいよ最後、どうぞお楽しみください。鍵から抜け出した女です。よしよし、では参りましょう。第7夜、小田春代という女。ここは君島のある機関に属する洋館の窓に寄りかかって、沖の方を眺めているのは、修練人の助けによって危うく甲府島の脱走に成功した僕だった。珍しく一台の飛行機が空を飛んでいるのが見える。全く修練人のおかげだった。助走していればこそ、厳重な脱走青年監視の網をくぐって無事港にまで逃げ延びられたのだった。極光丸は聞くとすぐに知れた。あとは板の上を滑るようにスラスラとうまく運んで、次の朝この君島へ着いたばかりか、船長の説明によってこのような立派な館に客となることができたのだった。これらの破格の取り扱いは全て修練人の信用によるものらしかった。不思議なる人物、修練人。彼女はどうしたことだろう。それからこっちへすでに7日、いまだに彼女の消息はなかった。僕は毎日のように沖合から人の現れるのを待ち続けているのだった。中天に昇った太陽が歩道の上に街路樹の濃い影を落としている時、一台の自動車が風を切ってこの通りへ飛び込んできた。見ればホロ型の高級車だった。それは館に近づくと急に速力を落とし、スルスルと滑って目の下についた。すると中から元気よく一人の学生が飛び出してきた。その学生は帽子もかぶっていない丸坊主だったが、いきなり僕が頭を出している2階を見上げると、ひらひらと右手を上げて打ち振った。誰だろう。ああ、帰ってきたのだ。僕はその学生が誰であるかやっとわかった。あまり思いがけない服装をしているからわからなかったが、孫を肩なき修練人だった。僕は階下へ駆け出していくと、やがて上がってくる彼女と鉢合わせをした。よく帰ってきたね。ええ、心配していた。僕は彼女を伴って2階に案内した。男装の彼女は非常に元気だった。2層なんかどこかへ振り落としてしまったようであった。よくそんな格好で帰ってきたね。これあなたの洋服よ。今度は私があなたのを借りちまったわ。しかし実に大変だったのよ。これがなかったら私うまく脱出できたかどうか疑問だわ。つまりこうなのよ。私ついでにあなたの仇も取ってきたわよ。それは何のこと。彼女は冷たい炭酸水を取りながら意外なる出来事について僕に話して聞かせるのだった。それによると、あの森虎蔵という男は僕の亡き父淳之介を殺した悪人だということだった。
僕は今まで父が米国で脳一血で倒れたこととばかり思っていたが、そうではなくて森虎蔵、通称ハルピントラのために殺害されたという。そのわけは、ハルピントラがその地である重大な悪事を犯しているところを領事である亡き父淳之助に見られたため、理不尽にも執務中の父を薄葉の探検で背後から刺し殺したのだった。同時にその部屋に父が秘蔵した例の針混ぜ細工の小箱を値打ちのあるものと思い、鍵もろとも奪って逃げたのだった。あまりにも敏速な犯罪のために、亡き父殺しの犯人は分からなかったばかりか、ある国際事情のため領事が暗殺されたことを発表しかねたので、駆けつけた副領事の計らいで即時死因を脳一血とし、一般に知れ渡ることを防いだ。ただ証拠としては、特別の形を持った薄葉の凶器と、その時紛失した小箱と、その風変わりな鍵の行方とが後に残された。ハルピントラは何食わぬ顔をして記帳し、今は未亡人となったおとりを訪ねて、悔やみやら向こうの模様を都合よく語ったりしたが、そのうちにおとりの養殖に迷い、ついに通じてしまったばかりか、実は莫大な遺産が僕の上に落ちてくるのを見すまし、悪心を起こして横領を企てるに至った。ママ母おとりも今は情念の悪鬼となり、虎に同意をして下心あってあの甲府島へ渡り、計画に従って僕を病気として精神病院に入れ、檻を見て殺害し、遺産を横領しようというつもりのところ、僕に脱走されてしまったのだった。その騒ぎの大きかったのも無理はない。修練にはこっちへ帰るとき、ハルピントラを正当防衛で射殺してきたそうだ。だから、僕のために仇を撃ったも同然だ。どうしてあなたは虎なんかと渡り合ったんです?と僕が尋ねると、彼女は言葉を継いで言ったことである。それはもちろん、例の小箱を探すためだった。僕が持っていた鍵によって、小箱がハルピントラの手にあることを知り、邸内に忍び込んで、トランクを合鍵で開けて盗み出し、出ようとするところをハルピントラに見つかったのだった。そしてすでに危うくなったので、彼女はやむなく、彼を一発のもとに射殺したのだった。しかし町はこのためににわかに厳重な警戒が敷かれ、だんだん調べの結果、犯人として修練にだということがわかり、それがため追跡がいよいよ急になった。装服を捨て、僕が残していった学生服に着替え、基地を脱走した。そして飛行機に乗って、今朝方甲府島を抜け出し、宣告東高へ着いたということだった。でもどうして森虎が犯人である確証が上がったんですか?と聞くと彼女は、それは箱の中に彼が殺人に使った薄葉の探検が血にまみれたまま入っていたのですわ。そして血染めの彼の指紋まで出ていましたよ。その上あの日、お父さんの部屋から失せた小箱を持っていただけでも怪しいことがわかるでしょ。僕はその言葉を聞いて、あの虫のすかぬ森虎が亡き父の仇だったことをはっきり知って彼女に感謝した。しかし、まだもう一つ腑に落ちぬことがあった。一体どうしてあなたはあの小箱を探す必要があったんです?また父はその小箱の中にどんな大事なものを入れてあったのでしょう?彼女はそこで少し照れたらしく、唇を噛みながら囁くように言った。どうでもお聞きになりたいのね。じゃあ、仕方がありませんわ。あの小箱をハルピントラが開いてみますね。中には何にも大切なものが入っていなかったのよ。ただ彼はあの中に血染めの凶器を隠して小箱を利用したわけなのね。ところが実は
あの小箱には日本政府があるところからお預かりしている非常に大切な書類が入っていたのよ。そういえばもうお察しがついたでしょうが、あの箱は二重底になっていて、その間に挟んであったわけなのよ。もし政府がその保管に任ずることができず、外へ行ってしまったとなると、とんでもない事態となるんです。それでどうしてもあれを探し出す必要があったのよ。そこまで言えば、私が何者であるかもお分かりになるでしょ？もちろん私は尼さんでも何でもないのよ。命令によって働いている婦人警官の小田春代という女なんですわ。私は特に選ばれて少し臭いハルピントラを探る係となり、甲府島へ出かけて二層に化けているところをあなたにお目にかかり、それからあの鍵を見て、それでこの大成功を収めたのよ。しかしね、私はもうこの事件を最後に退職する決心ですわ。退職するって、そしてそれから後をどうするの？さあ、どうしましょうかね、あなた。僕は黙って、そばの棚の上から島田曲げのかつらを下ろすと、彼女の頭にかぶせた。するとそこにははっきりと、鍵から抜け出した横顔の女が現れた。これが言えるくらい髪が伸びるのを待って、君と僕との盛大な結婚式を挙げようね。おしまい。よしよし。思いがけない終わり方ではありませんでしたでしょうか。精神病院から始まって、最後は結婚式を挙げようねというところで終わる。ちょっといつもの SF の雲野十三さんとは趣の違うお話でしたが、雲野十三祭り今回で幕となりました。もしよかったら先ほども紹介しましたけれども、1話からまた順々に聞き返していただけると、またもう一回お楽しみになれると思います。これからも今年もこのチャンネルでは雲野十三さんの作品をはじめいろんなお話を読んでいきたいと思います。初回に言ったんですけど、この表紙の刺繍ですね、なんかやりたかったんですよ。それでこう図を描いて女の顔を描いたら、それからずっと私この女の顔に疲れたようになってしまって、その下絵と同じ顔を絶対に再現したいと、何度やり返したことが、何回この刺繍をやり直したことか、なかなか思うようにならないんですけど、まだまだよ、もうちょっとよ、私に近づけて、まだ私じゃないわって言ってくるんです、この顔が。だからね、この主人公と同じようにこの鍵の中の女にこう疲れてしまった、そんな同じ思いをした、このなんか私にとってもとてもこう思い出深いこの、作品お話になりました。はい、本当にお付き合いいただいてありがとうございました。では今日はこのあたりで、よしよし。